小賀、沢原丸は、小笠原海運が運航していた、貨客船。本項目では、1997年から2016年まで、就航した2代目について取り扱う。初代小賀、沢原丸の大船として、三菱重工業下関造船所で建造され、1997年2月20日に、就航した。共有建造制度を利用して建造された。 船舶整備公団との共有船である。現役当時、内航在来型客船としては、最大、最高速であった。小賀沢良丸の就航により、2016年6月26日、二見公発、翌27日東京機の便を持って引退した。その後、二重船席となり、小笠と改名された後、2016年11月に、インドへ開港された。 2018年10月にインドでクルーズ船アングリアとして就航。東京・父島標準所要時間、片道25時間30分で結んでいたので、現在就航中の3代目に比べて所要時間が1時間半長かった。6から7日程度に1便運航しており、通常は10時に竹芝を出航し、翌日の11時30分に父島に到着する。折り返し便は、 通常は3泊4日後の14時に父島を出港し、翌日の15時30分に竹芝に到着する。年末年始、夏休み等には父島を同日に折り返すなど、増便が行われていた。伊王島の慰霊祭の際には、特別に父島より、遺族、関係者を乗せて船を出しているほか、年に1回程度伊王列島を巡るクルージングツアーも行われていた。 また、八丈島,島島民の小笠原訪問、異例のため、毎年6月下旬に八丈島へ寄港する。その他、栗浜港、立山港に寄港する場合もある。東京行きの場合は、寄港地にて途中下船が可能とアナウンスされるが、乗船券は全都無効となる。また、七島から東京への自宅手荷物を予託し、引き換えに合札を受領した乗船客については、 途中下船不可。小賀、沢田丸には台船がないため、ドック入りの際、かつては東海汽船からストレッチアマルを借用していたかけて就航。その後しばらくの間は、ドックを途中で切り上げて一回運航し、その後残りのドック作業を行うという運用がなされていた。二千七年から、ドックの時期は以前の二月から十一月に変更されたが、二千九年度から、 再び元の1月に戻っている。このドック期間は3週間近くになり、その間の運行はない。また、その間の台船もない。貨物輸送は不定期船の強小丸が行う。全船と比較して、トン数は倍増。黒潮を横切る、航路環境を考慮して、高出力の手機が搭載され、フィンスタビライザーが装備された。2007年11月。 定期検査の際にゲームコーナー、カラオケルームを撤去、喫煙ルーム、客室を設置する改修が行われた。過客船2台目をが、サワラ丸の煙突2011812に、撮影過客船2台目をが、サワラ丸2011812に、レインボーブリッジから撮影をがサワラ。 父島の二見港にて2012年6月1日より居住性工場を目的に定員を1036名から768名へと削減した。売店では船内限定グッズ、小笠原に関する書籍、お土産、トランプ、酔い止め薬などが販売される。B デッキ以上の改造にある外部デッキは原則午後10時まで開放されるが、開峡不良。 天候不良の場合は閉鎖、施錠となる。参考、日本船舶名細書、I2008 年版社団法人日本海運、集会書、ありがとうございます。